さあそして間もなく後半戦再開となります。後半戦はまず大阪府警シリーズのキックオフによって試合再開となります。キックオフキッカーを務めますのは大阪府警6番の平石、流通科学大学のプレーヤー、本日非常に大活躍を見せております。さあしかし愛知も非常に強力なリターナーを用意している。リターナー30番と10番が構えました。クイブキック、さあゴロキックにしてリターンを避けようという作戦だが、どうだ、これが功を奏したか。リターンは自陣、愛知陣30ヤード付近で止まりました。さあ愛知はまずこのキックオフリターンでそのリズムを作りたかったかと思いますが、このキックオフによってまず愛知の先制を防ぐことが成功しました。大阪府警結果的に自陣30ヤード付近からの愛知攻撃となります。この状況をしかし生かすことができるでしょうか。愛知ゴールデンウィングス自陣31ヤードからファーストダウン10に入ります。さあまずはランニングバック30番に持たせた。しかしこれは大阪府警アジャスト、先ほどから見事なランを見せているランニングバック30番の近藤のランを見事に抑え込むことに成功しました。まずは1手目は大阪府警の先手勝利となります。ゲインは1ヤードに抑えてセカンドダウン9の状況となります。愛知ゴールデンウィングス自陣32ヤードからセカンドダウン9。さあそしてパスを通しました。クォーターバック13番、ワイドレシーバー10番にパスを通し約4ヤードのゲインとしています。クォーターバック13番は吉田、ターゲット10番はビリー・ヒューイット。愛知サーダン6、ボールオン自陣35ヤード、この6ヤード取れるか、このサーダウンコンバージョン注目しましょう。大阪府警ナイスです。ここで選択はオプションプレー、しかしここで素晴らしい上がりを見せました。大阪府警1番、見事なシューストリングタックルで約3ヤードロスをしました。見事なタックル決めた大阪府警シリーズ1番は宇都宮中京大学出身の41歳のプレーヤー、素晴らしいプレーを見せました。愛知結果的にフォースダウン9のシチュエーションとなり、パントフォーメーションを選択します。おっとここでボールはマフ、幸い自ら抑えたことによりボールを確保しました。大阪府警ダウンしました。自陣45ヤード付近での攻守交代となり、ここから大阪府警の攻撃となります。さあ大阪府警自陣45ヤードの地点からのファーストダウン10。
そしてまずはフルバックのドライブプレー、大阪府警非常に手堅いこのドライブプレーからまず入る形でまず1点目を統一しているように感が見受けられます。そしてこのランプレーをキャリア29番の木村見事に応え約2ヤードのゲインとしています。さあ再びライブプレー、現在ダウンインジケーターの表示に誤りが出ておりますが、状況はサーダウン6となっております。さあここでヒッチパスを通りました。ワイドレシーバー18番、これをキャッチアンドラン、体を伸び上がるようにして伸ばしまして約5ヤードのゲイン、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。そしてフォースダウン残り1ヤードでプレーを選択します。ギャンブル、クォーターバックスニーク、 QB が自ら中央突破しました。大阪府警ファーストダウン、見事に中央へのスニークプレーにより攻撃権更新となりました。大阪府警攻撃権更新しファーストダウン獲得です。ここでホイッスル、予備のタイムアウト、総合補給のためのタイムアウトを取ります。現在画面の方の操作が止まっておりますので、画面表示には誤りがありますが、現在第3クォーター残り5分の状況でレフェリータイムアウトとなっています。レフェリータイムアウトとけまして試合再開です。大阪府警相手陣45ヤードからファーストダウン10、さあここでパスプレーに転じます。ヒッチパスによるキャッチアンドランを図りました。しかしこのパスは若干コントロール乱れ、パス不成功となっています。ターゲットは16番の内田でした。大阪ガスセカンドダウン10、ボールオン自陣45ヤード。
さあ再び中央へのワンプレー、キャリア29番セカンドへ放送で約2ヤードのゲインを通しています。勝者のためのタイムアウトです。大阪府警の29番木村、ダイブプレーによって確実にボディーブローのようにインサイドランプレーを重ねております。これによってチームのリズムを作っているように感じ受けます。木村は京都産業大学出身の41歳のプレーヤーです。この徹底的にフィジカルで攻める大阪府警の攻撃によって愛知の体力が奪われているか、愛知90番が現在負傷タイムアウトによって、一旦フィールドから離れます。直行さん、コメントありがとうございます。お住まいが東海地区ということで愛知ゴールデンウィングスの応援よろしくお願いいたします。さあ試合再開となりまして、大阪ガスサーダウン8、さあここでパスだが、おっとこれはパスカット、ここでプレイアクションのパスターゲット18番でした。しかしこれは愛知ゴールデンウィングスが見事にパスカットしパス不成功、フォースダウンと変わります。勢いに乗じて大阪府警一気にここも加点を狙う攻撃に入りたかったですが、しかしここは止まりましてフォースダウン8の状況に入ります。大阪府警、さてここで何をチョイスするでしょうか。パントフォーメーションを選択します。さあこれを11番リターンしに行きます。しかしこれは大阪府警がナイスカバー、失礼、リターンをしようとしたのは1番の勝本でした。しかし結果的にこれは大阪府警のカバーに合い、自陣10ヤード地点での攻守交代となります。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ファーファーファー、愛知ゴールデンウィークス3番、愛知の反則です。ジュアのペナルティー、オートマパーソナルファール、不正なプレーをしました。パーソナルファールはいわゆる危険行為の反則として扱われます。この反則は重大な反則です。反則の罰則は15ヤード、したがって大阪府警15ヤード前進となり、自動的に先ほどのフォースダウンによる攻撃更新となります。したがって大阪ガス攻撃、失礼しました、大阪府警攻撃継続、大阪府警ファースター大阪府警攻撃継続となりまして、相手陣24ヤードからファーストダウンテン。さあここでこの試合の鍵を握っているフルバックのダイブプレーだが、この試合の鍵を握っていましたダイブプレーを大阪府警敢行しましたが、この時にボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのは愛知ゴールデンウィングス、したがって攻守交代です。ターンオーバー。さあこのプレーが分水嶺となるか、愛知ゴールデンウィングス自陣25ヤードからのファーストアウト、
パス成功、ファーサー不正、パス不成功です。パス不成功。はい、ここでプレイアクションのロングパスを投じました。ターゲット10番のビリーヒュイット、キャッチしたかに見えましたが、取った段階でフィールド内に足がありませんでした。したがって着地失敗ということでパス不成功、セカンドダウンに変わります。プレーは見事に決まっていました。しかしほんのわずかな誤差によりパス不成功、プレー失敗によりセカンドダウンに変わります。これはパス成功、しかし、しかもナイスか、あわやインターセプトの素晴らしいプレーでした。ここで再び今度のリーフィートの今度は短いパスでしたが、これを大阪ガスあわやインターセプトするほどの見事なカバーでパス成功、サードに変わります。さあ愛知サダウンテン、ボールオン自陣25ヤード、攻撃権更新になるでしょうか。このサダウンテン、キュービーサーク、これクォーターバック13番ロングパスを投じようとし左に流れましたが、これを見計らったか大阪府警プレッシャーをかけてキュービーサーク、約3ヤードロストしました。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン13のシチュエーションとなり、パントフォーメーションを選択します。さあここでイエローフラッグ反則が発生しています。この判定を待ちましょう。オフサイド、大阪府警シューズ41番、ペナルティはリプライパスダウン。先ほどのペナルティはディフェンス側であった大阪府警の反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。しかしこの反則を愛知は取りません。パントの結果が良かったため、このパントの止まった地点での攻守交代を選択しました。したがって攻撃権は大阪府警に変わります。攻守変わりまして大阪府警自陣41ヤードからファーストダウンテン。さあここで再びフルバックのダイブプレー、先ほどファンブルありましたが、それを取り返すかのように中央へのフルバックダイブプレーを展開しました。キャリアは今度は31番の選手が担っております。31番ランディングバックは東、京都産業大学出身のプレイヤーです。高知県人、46歳のランディングバックはここで3ヤードのゲインとしました。さあ大阪府警セカンドダウン7、再びフルバックのダイブプレー、キャリア31番に託しました。倒れるような形で約2ヤードのゲイン。
表示に誤りありましたがフラッグは発生しておりません。大阪府警サーダン5の状況と変わります。ボールオンは自陣46ヤード。大阪府警このサーダン5どのように攻めるでしょうか。さあここをテールバックに託そうとしました。しかしこれは愛知がディフェンスアジャストし約1ヤードロス。大阪府警中央突破による状況打開を図ろうとしていますがしかしこれは止められました。フォースダウン6の状況に変わります。パントフォーメーションを選択します。さあ愛知リターンを図る1番。しかしこれは外で出されまして愛知陣25ヤード付近からの攻撃と変わります。攻守変わりまして愛知ゴールデンウィングス自陣26ヤードの地点からのファーストダウン10に入ります。さあここでロングパス。さあ今度はどうだ。パス成功、ファッサー。先ほど失敗に終わりました左サイド以外のパス、ターゲットビリーフィット。今度は中で着地しましてファーストダウン獲得です。攻撃権更新。ここでホイッスルです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして大阪府警シールズ14点愛知ゴールデンウィングス10点失礼しました7点リード大阪府警変わらずの状態で最終クォーター第4クォーターに入ります。